不腫とは、顔や手足などの末端が体内の水分により痛みを伴わない形で腫れる、症候、むくみとも言う。細胞組織の液体と血液の浸透圧バランスが崩れ、細胞組織に水分が溜まって腫れる。不腫発症のメカニズムとしては、浸透圧の低下、血圧上昇、血管透過性更新などが挙げられる。不腫が起こっている場所によって、 全身性不腫と局所性不腫に分けられる。悪根不腫と非悪根不腫に分けられる。不腫のある部分を押さえつけた後に放置しても、悪根を残すものを悪根不腫。悪根が残らず、男性を持つものを非悪根不腫と呼ぶ。まず第一に、全身性不腫か局所性不腫かどうかの判断を行う。全身性不腫の初期段階は、局所性不腫のように見えることもあるため注意が必要である。 全身性不臭には、心源性、人間性、肝疾患、内分泌疾患、妊娠中毒症、低栄養、薬物性、血管不臭などが知られている。唇や眼睛が腫れる、血管不臭とは、神秘のアレルギー反応であり、表皮のアレルギー反応である、人魔神と対比されることが多く、治療も共通である。全身性不臭の場合は原則としては重力に、 従って下から上の順に発症する。立位を取っている場合は、足の甲から始まり、頸骨前面、大腿下腹部、胸部、顔面という順に進行する。全身性不腫の頻度としては心不全、腎不全、肝甲変などが多い。飛躍根負腫の場合は、甲状腺機能低下症による全身性不腫の可能性が高く、首静脈の土腸や、 bnp 高値を認める場合は心不全の可能性が高い。全身性不腫の可能性が低いと判断したら局所性不腫を疑う。局所性不腫には閉塞性と非閉塞性の原因がある。閉塞性には心部静脈血栓症やリンパ感不腫、腫瘍や動脈瘤や五腹膜線異症などによる圧迫などで起こる。非閉塞性の原因には放火式炎、痛風、 偽節風などが挙げられる。緊急性がなければ治療は不要である。原因疾患の治療の方が重要である。不死自体の対象療法としてはナトリウムの制限、水の制限、利尿薬の投与がある。また、尿量観察として膀胱留地カテーテルを挿入することもある。検査の結果疾患が見当たらなければ、 室内での階段の上り下りやつま先立ちなど、筋肉を鍛えることで改善する場合もある。ヘンリー・ J ・ a エトール、アセスメント・オブ・ヒッポ・タンパク・ミック・オエデマ、A シンプル・フィジカル・サイン、BR ・メット・ J1978-1、890、891、グライク・グッチョブ、エトール、エピソーディック・アンギオ・エデマ・アソシエーテッド・ウィズ、エオシノフィリア、N ・エンゲル、 j m e メ310-1621-1626-1984から1984岡田忠し高3級性血管性負腫ジム11-338-340-2001から2001ありがとうございます